したの？新鮮かもしれないな。そういえば街を歩いてナイフ置いて消える。やんのか。おじさん、私あの人知ってる。おお、お嬢ちゃん、若いのに通だね。そう、ありゃバンタム級ランク1位のジャッカル八木沢だよ。お前、ボクシング好きなのか？うん、ひまわりでよくみんなで見てたよ。ジャッカルのパンチってすごいんだよ。本当によく知ってるね。そう、彼の右は音速の右って言われてるんですよ。そうなのか。ねえおじさん、私握手してもらってきてもいい？ふん、ああ。ねえジャッカルさん。ん？私ファンなんだ、握手して。うるすんだよガキが。ふん、何にも知らねえで。くそ。おい、お前ガキに手あげるとは最低だな。なんだお前は、このガキの親か。ふっ、ちゃんとしつけぐらいしておけよ。お前に言われる筋合いはねえよ。ひょっぱらいのうさんくせえボクサーよりはマシだ。あ？お前誰に向かって口聞いてんだ。俺を怒らすとただじゃおかねえぞ。酒に溺れた男に負ける気はしねえよ。口だけじゃなく手出したらどうだ。音速の右なんだろう。てめえ言わせておけば。じゃあ望み通りにしてやるよ。やめろ。
体何者だ。同業なのか。いや、ボクシングの経験はね。リングじゃ俺が負けてるかもな。ふん。でも素人に負けてるようじゃ俺もいよいよおしまいだな。そんなことないよ、ジャッカルは強いよ。明日タイトル戦じゃないですか。そろそろ引き上げられた方が。タイトル戦？ああ、やっと手に入れたチャンスだってのにな。だったらなんでこんなところで飲んでたんだ。いいんだよ、ほら、どうせ何やったって結果は変わらねえんだ。え、どういうこと？さっきは悪かったな、お嬢ちゃん。お嬢ちゃんの期待には応えられないんだよ。俺は明日負けるんだ。何？もしかしてお前。ジャッカルさん、私信じてるよ。ジャッカルは強いって、絶対に勝つって。応援してるから頑張ってね。ねえ。ああ。ええ。いらっしゃい、お客さん。ん？これは珍しい。ええ。ああ、そうですか。明日のタイトルマッチはジャッ。そうか。ジャッカルは今まで22戦21勝20球、鉄板の 1.5 倍ですよ。ほう。相手のマギー吉村は5回防衛していますが、全部ギリギリの判定勝ちですから。まあ、だから
10.5 倍のオッズになってます。ちなみに引き分けで防衛の場合は 5.4 倍のオッズです。ずいぶんあからさまなオッズだな。まあ今のジャッカルは無敵ですからね。これでも結構倍率が高い方ですよ。それでどうします、お客さん。ではジャッカルにかけよう。あ、お前の仲間が八木沢にやられたらしいが。何？さっきも言ったが、この子は八木沢のファンなんだ。子供の夢奪っちゃかわいそうだろ。悪いな。客かと思ったら、お前ら二人とも試合。工業です。ご用あジャッカルに50万側近で。お客さん。あ、マスターのおじさん。これで明日の試合は。あ、ありがとうございます。礼はいらねえよ。八木沢に連絡してやったらどうだ。はい。さすがだね、おじさん。これで明日のタイトルマッチ楽しみだね。ああ、そうだな。